直後アジアカップで躍動のあの選手、なんとインテル移籍果たしてしまう。アジアカップで日本代表を撃破したイラン代表、日本代表戦こそ出場停止となってしまっていたタレミだが、なんとインテルへの移籍が決定的のようだという。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、今シーズン限りでポルトとの契約が切れるタレミが来季はインテルにフリーで加入する可能性高いとのことだ。ロマーノ氏は次のように伝えている。数週間前に口頭合意に達し、契約の準備は整っている。間もなくサインする時が来た。現在31歳の FW はアジアカップなどでの活躍もあり、着実にステップアップとなりそうだという。27歳でやっとヨーロッパに来た選手だからな。なんでこんなに遅いんだろうか。もっと早く来ていたらどんなキャリアだったのか気になる。ラウタロ、チャラムと組むのは楽しみだな。パワープレイで圧倒しそう。1年でポルトにステップアップして、そこからはエースとして君臨、そしてイタリア王者インテルへ。すごい選手だ。本当にイランは昔から FW には困らないね。今シーズン15試合 3GTA なのがちょっと気になるな。去年は33試合 22G7A なんだけど、フリーはマロッタのウエーゲーやな。イタリアはフリーでしか用途らんのか。鎌田も獲得してくれると助かるんだけど、タレミもアズムンもいい選手だよな。どっちか日本代表に欲しいくらい。タレミに関してはミランこそ獲得しろよ。